一度、父とこと、聖霊との皆によりてアーメン。愛する兄弟姉妹の皆様、今日は2022年10月9日、聖霊婚臨後第18手術です。おとといの10月7日は、ロザリオの聖母の祝日でした。聖母によるキリスト教世界の勝利の記念日でした。一体何があったのでしょうか一緒に目想いたしましょう。1571年10月7日。1571年。 イスラム教オスマン帝国はヨーロッパを征服しようとしていました。オスマン帝国はもともとは小勢力のイスラム教の国でしたが、軍事力を使って徐々に勢力を拡大していきました。1453年にはジハードを宣言して、非イスラム世界に対する宗教戦争でコンスタンティノープルを陥落させ、ビザンツ帝国を滅ぼしました。16世紀には最盛期を迎え、イスラム勢力の中心地として、 西アジアから東ヨーロッパ、北アフリカの三大陸に及ぶ広大な国土を支配していました。北アフリカにはキリスト教の船を略奪することを政府から承認されていたシリアク海賊船が徘徊して、また東地中海にはツルタンの大量の戦艦が怒りを下ろし、アフリカの海岸と中近東にはイスラム軍隊がアドリア海に面してバルカン半島とハプスグルグ帝国に迫っていました。 オスマン帝国の次の狙いは、ローマでした。ローマを陥落させ、全ヨーロッパをダル・アル・イスラム、つまり、服従の家、イスラム教の領土とする。これが目的でした。つまり、シャーリア法の区引のもとに、ヨーロッパを置くことを狙っていました。なぜなら、ヨーロッパはダル・アル・ハブ、戦争の家、イスラムが支配していない地域だからです。その当時、ヨーロッパは分裂していました。プロステスタントが、キリスト教を分裂させていたからです。 イスラムの脅威に立ち向かおうとしたのは、ローマ教皇、セピオ5世だけでした。1571年5月25日、セピオ5世は、新聖同盟、ホーリーリーグを結成します。スペイン、ベネチア共和国、ジェノバ共和国、マルタ騎士団などが参加しました。しかし、悲しいことに、新聖ローマ帝国、フランス、ポルトガルは、互いのライバル意識から、あるいは政治上の理由から参加しませんでした。 プロテスタントのイギリス女王も参加しませんでした。1571年8月、地中海の要所であるキプロス島はオスマン帝国の手に落ちました。トルコの7万人に対して、キプロスを守るカトリックは1万人しかいませんでした。ニコシアが陥落した時には、2万人ほどの生き残ったキリスト教信者たちは皆殺しになりました。例外的に生き残った1000人ほどの女性と子供は全て奴隷として売られました。1571年9月、 新生同盟の艦隊は、チチリアのメッシーナに結集して、連合艦隊を組んで東に進みました。オスマン帝国艦隊は、328艘の船があり、そのうちの208艘は大型ガレー船でした。1万人の家にチエリ、つまり皇帝直属のエリート軍団と、5万人の船の小ぎ手を含めて、7万7千人が登場していました。新生同盟艦隊には、208艘のガレー船に、 4万人の小ぎ手や船員と2万8千名の兵士たちが乗り、そして教皇聖ピオ5世の祝福と従軍司祭たちと、船員全員の手に逃げられたロザリオがありました。特に聖ピオ5世は世界中のカトリック信者たちに呼びかけて、ロザリオを祈り断食をして、天主の恩派聖マリアの取り継ぎを恋願うことを訴えていました。1571年10月7日、 聖母の恩取り継ぎと全能の恩恵みで少数のカトリックの兵士たちがオーストリアのドンファンの指揮の下でレパントで決戦しこの日大勝利を収めましたオスマン官邸で母校に戻ったのはたった4層だけでしたガレー戦の小切手だったキリスト教奴隷1 2千人はすべて解放されましたこの勝利のおかげでキリスト教世界は守られることができました聖病5世はロザリオの生母の恩取り継ぎがなければ この勝利は不可能だったとよく知っていました。そこで10月7日を勝利の聖母の記念日として祝日として定めたのです。これは後にロザリオの聖母の祝日となりました。1917年ファチマ。16世紀に聖ピオ5世はロザリオの祈りを呼びかけて神聖同盟を呼びかけました。1917年ファチマの聖母もご出現の度に毎月ロザリオの祈りを毎日私たちに祈ることを求めました。 10月13日の最後のご出現では、こう言われました。引用します。私はあなたたちが毎日ロザリオを祈り続けることを望みます。私はロザリオの原稿です。人々は自分の生活を改め、罪の許しを求めなければなりません。もはや私たちの死をこれ以上罪で侮辱してはなりません。なぜなら、死はもうあまりにも多く侮辱されすぎているからです。引用終わります。聖母のご出現を受けたシスタールチアは、 1957年、メキシコ人司祭アゴスティン・フエンテス神父とのインタビューで次のように言っています。引用します。神父様、私を信じてください。天主は世界を罰しようとしておられます。この天罰は恐るべき仕方でなされるでしょう。天からの罰は身近に迫っています。神父様、聖母マリア様は私のいとこであるフランシスコとジャシンタ、そして私自身に多くの国々が地の表から消えるだろう。 告げられたことを皆に告げてください。聖母はもし私たちが前もってロシアの改心を勝ち取らないならば、あの哀れな国ロシアが世界を罰するために天によって選ばれた天罰の道具となるだろうと言われました。神父様、聖母マリア様は私たちが世の終わりの時にいると私に告げられはしませんでした。しかし、聖母はそうであると三つの理由で私に理解させてくださいました。第一の理由は、 聖母が悪魔は聖母に対する一つの決定的な戦いに従事しようとしていると私に告げられたからです。そして決定的な戦いとはそこで一方の側が勝利し他方の側が敗北を喫するという最終的な戦いです。また今からは私たちはどちらかの側を選ばなければなりません。私たちは天使の側につくかそれとも悪魔の側につくかそのどちらかです。他のいかなる可能性もありません。第二の理由は 私がいとこたち並びに私自身に天主は世界に最後の二つの救いの手段をお与えになっていると言われたからです。これらの救いの手段とは聖なるロザリオとマリアの汚れなき見心に対する信心です。最後の手段とはこれらの他にはもう他にないという意味です。第三の理由は天主の見せつりのご計画において天守が世界を罰しようとなさる前に 常にその他のすべての手段を使い尽くされるからです。天使は私たちに救いの最後の手段、すなわち、ご自分の意図も聖なる恩母を、ある恐れとともに提供なさいます。それは、ある恐れとともにです。なぜならば、もしも、この最後の手段を軽蔑して退けるならば、私たちには、もはや天からの許しを得ることがないでしょうからです。神父様、この世を救う手段は二つあります。祈りと犠牲です。 聖なるロザリオに関しては、神父様、ご覧ください。私たちの生きるこの最後の時にあたって、聖母はロザリオを唱えることに新しい効果を与えてくださいました。たとえそれがどんなに難しくとも、この世的な、あるいは特に霊的な問題、私たち一人一人の個人的な生活上の問題、家族の問題、この世のすべての家族の問題、修道会の問題、民族の問題、世界の問題、国家の問題など、など、 これが、この聖なるロザリオの祈りによって解決できない問題などありません。もう一度言います。それが、どれほど困難であろうとも、私たちが聖なるロザリオの祈りを、によって解決し得ない問題はありません。ロザリオを唱えることによって私たちは自分を救い、成果し、我らの死を慰め、多くの霊魂の救いを勝ち取るのです。ですから、私たちのいとも聖なる母、マリア様の、汚れなき御心への信心を持たなければなりません。そして、聖母、憐れみ、 善良さ、許しの座であると考え、天国への確かなもんであると考えなければなりません。引用を終わります。シスター・ルチアは、個人的な手紙の中でも、次のように書いています。シスター・ルチアの手紙を引用します。ある霊魂たちは、死神を間違えて、ロザリオの祈りを唱えることに反対していますが、それは間違っています。めでたしと天に増しますと、栄唱を繰り返すのは、天主へと私たちを引き上げて、私たちを天主に結びつける鎖です。 パンをよく噛んで食べる。そうすることによって、噛めば噛むほど栄養を吸収して自然の命を維持するのと同じです。誰もこれを古臭い時代遅れだとは言いません。この方針の間違いは悪魔的です。騙されないでください。引用終わります。また別の手紙ではこのように言っています。私たちは、ま、ロザリオを毎日祈らなければなりません。これは聖母が最も勧めた祈りです。あたかも悪魔的なキャンペーンの時代を予知して、 ロザリオであらかじめ私たちを武装させるかのようです。私たちが祈りを通して救われるということを悪魔は知っています。ですから悪魔は私たちを破壊するために祈らせないようにキャンペーンするのです。私たちはロザリオを毎日祈ならなければなりません。聖母はこれを全てのご出現で繰り返されました。あたかも悪魔的な方針の間違いの時代に対抗してあらかじめ私たちに武装させるかのようです。 それは私たちが間違った教えに騙されないためです。また、それは祈りを通して私たちの霊魂を天主にあげることを、それが減らないためです。不幸なことに、宗教についてほとんどの人々は無知で導かれるがままに従っています。ですから、彼らを指導する義務がある人々に大きな責任があります。これが世界中を侵略して霊魂たちを間違って導いている悪魔的な方針の間違いです。 これに対して私たちは立ち上がらなければなりません。引用を終わります。聖母は日本の秋田でも私たちにロザリオの祈りを求めました。ロザリオの祈りをたくさん祈ってください。迫っている災難から助けることができるのは私だけです。私に寄りすがる者は助けられるでしょう。引用を終わります。2022年10月7日。今日、今日、聖ピオ5世の時代と比べると、 残念ながら、キリスト教世界はもっともっと分裂し、信仰を失っています。レパントの開戦の時と比べると、キリスト教世界の敵は増加し、有物論、相対主義、世俗主義、共産主義、不信仰、廃教、歪説、マスメディアによる攻撃などに四方八方取り囲まれています。レパントの時代よりも、はるかに大きな危機の時代を私たちは生きています。しかし、聖母は勝利の聖母です。10月7日は勝利の日です。 天使の恩恵みで、セボの私たちへの愛と、セボの恩取り継ぎの力は今でも同じです。いえ、セボは現代の私たちのためにロザリオを唱えることに新しい力をさらに加えてくださいました。ロザリオこそ、私たちがユーズスキリストにおいて賜った天使の恩調の目に見える印です。ロザリオを毎日唱えましょう。私たちは超自然の命に生きるように、生成の状態を保って聖なる人生を送ることができるように、 祈りと犠牲によってロザリオの祈りの神聖同盟を作るようにと招かれています。聖なるロザリオとマリア様の汚れなき御心に対する信心が世界に与えられた最後の救いの手段であり武器です。私たち全員は聖なるロザリオを唱えますがそれだけでは足りません。私たちの中から立ち上がって行動を起こす兵士たちも必要です。聖なる司祭、修道者たちが必要です。また私たちのできる範囲で行動を起こす必要があります。 私たちも兵士となる必要があります。できるだけ多くの方々にマリア様のことを伝えてあげてください。ロザリの祈りを進めてください。カトリック信者のお友達を、知人を、聖殿のミサに招待してください。兄弟たちよ、あなたたちがキリストユドスにおいて賜った天使の恩寵のために、私は絶えず天使に感謝している。父と子と聖霊とのみによりて、アメ。ン。